子供に気になるよね。子供から食べて、子供を守って、たまやなんかをつけて、これもね、幼稚園が小学校やる、幼稚園の子もある、小学校やる。みんな一つ食べる。もうあれなんだ。これはね、苦労はね、苦労するよ。苦労ってね、苦労しないように。これで、ね、意外と人気あって、やっと作ってきても、大人がゼロになっちゃうかもしれない。これは種です。種、黄色い種、黄色い種。ああ、どうも。おはようございます。これはね、足が上品なんだよ。そうだろうね、向こうは本場だからね。その頃こんなして、もう着物なんて着ないから、こうやってみんな切ってさ、こういうの作れるんだよ。ウサギだね、ほらこうやってスズメだのさ。私もじゃあ、高橋恵子屋でね。杉おばさんから教えてもらって。杉おばさんもうちょっと近くならいいけどね。遠いね。そしてさ、耳が遠いからさ。そう話にならなくなっちゃうな。ひなさんは本当作ってもらいたいよな。ねえ。鯉のぼりと。おお、鮭のあら、あら巻きだ。ラーメンから、ラーメンまた鮭あげてきた。ラーメンからそういうふうにね、予約制を行っておく。まだいい、短い。旦那さんの顔に。あら、柿がいっぱいなってる。柿抜きだ。違うよ、だからこれ芋だって。知ってるよ、女の。柿言ったじゃん。だから柿じゃん。柿抜きに見立ててんだよ、だから。何知ってるよ、何やっかじゃ。柿の木に柿を吊るして、ああもうこれ見るともう春だね、完全に。だからさ、こうお姫さんなんてあれだね。うん、何や、ここで体験してくれてる。いいだね。今日は体験